妹よ、今日もミサイラーのミサイラーによるミサイラーのための動画ということで、今作におけるミサイラーの強さを証明するために、他武器との比較と言っちゃおうか。そうだねお姉ちゃん。比較なしだとミサイルカーニバルの強さはきっとわかりにくいもんね。うむ。というわけなので、アリーナのランク1の子を相手に、タイムアタックを仕掛けちゃうとしようか。了解だよお姉ちゃん。あ、でも、前回まではラスケ君だったのに、今回はランク1の子なんだね。ラスケ君でもよかったんだけど、あそこのステージはビルが多くて、時々ラスケ君がビルに引っかかって大ダメージになったり、逆にビルの中に隠れられちゃって遅くなったりと、ちょっと安定性に欠けたので、今回はわかりやすく何もないマップのランク1の子に、って感じだね。なるほど、確かにこういうのは公平さが一番大事だもんね。うむ。そしたらまずはミサイラーでのタイムアタックになるんだけど、装備は両手両肩ともに、2周目で入手可能な散布型ミサイルだね。お姉ちゃんお気に入りの、プラズマミサイルじゃないんだね。うむ。いろいろ試した結果、当たればこの武器の方が早かったんだよね。というわけで、早速何度か試して、一番早かった時のバトルを見るとしようか。了解だよお姉ちゃん。これは早そうだねお姉ちゃん。うむ。クリアタイムは26秒だね。いいね、お姉ちゃん。30秒切りは、なかなかの速さの気がするよね。だね。そしたら次は強いと評判の、ダブル10ショットガンと、ダブルニードルガンでやってみようか。了解だよお姉ちゃん。10ショットガンもニードルガンも、攻撃力と衝撃力、そして直撃補正とリロード速度がすごい武装だよね。うむ。単純に単発火力だけを見るなら、グレネードとかの方が上なんだけど、リロードの速さから来る単位時間あたりの火力だと、10ショットガンとニードルガンに分があるって感じだね。あと直撃補正が高いのも、かなりいい感じだね。そしたらここからは、見せてもらおうか。ダブル10ショットガンとダブルニードルガンの実力とやらを、って感じだね。しっかりチェックだね。あれ？これものすごく速くない？うむ。ちょっと速すぎる気がするよね。ただ運よく当たりまくっちゃっただけかもなので、このまま少々連戦をして、真の実力をチェックしちゃおうか。了解だよお姉ちゃん。クリアタイム16秒とか、ミサイル機だときっと絶対無理だもんね。うむ。しかもさっきのミサイラーの時と違って、パルスアーマー貼られた上でのこのタイムだからね。いくらなんでもありえないってね。というわけで2戦目だね。メインシステム戦闘モード起動。あう、今ちょっとラグったみたいになっちゃったね。でもオフラインなのでラグはありえないし、プレイ中は普通だったので、多分録画関連の不具合一歩だね。って、もう終わっちゃってるだと？あう、これ、敵がパルスアーマー使ってないし。さっきより早い気がするね。うむ。そして肝心のタイムは ?10 秒だと？あわう。本当に早すぎるねお姉ちゃん。いや、2戦目はどう考えても当たりすぎだったし、パルスアーマーも使われなかったからね。ここは3度目の正直ということで、3戦目をやっていこうか。了解だよお姉ちゃん。3度も続いちゃうと認めるしかなくなっちゃうけど。と3戦目だもんね。うむ。幸運もそうは続かないってね。あわう。2戦目よりは遅かった気がするけど、パルスアーマーは使ってこなかったね。うむ。これはまずいかもだね。クリアタイムは14秒か。この後2周目アリーナの敵が3機ほど追加されてたので、そちらにも行ってみたんだけど、
3機とも初見で20秒かからず終わっちゃったんだよね。あう、ミサイルだとここまでのタイムは絶対出ない気がするから、なんていうか敗北感をすごく感じちゃうね。だね。正直同じゲームとは思えない火力だよね。とはいえ、ミサイラーでもアイビスさんを2分30秒強で倒すことはできるし、対戦の方ではそれなりに活躍してるみたいだから、まあ、あれだねって感じだね。あわう。でもそうだねお姉ちゃん。アリーナが全てじゃないもんね。うむ。そしたら今日はここまでにさせてもらっちゃおうか。ではでは、ご視聴ありがとうございました。完了です。お疲れ様でした。目標の撃破を確認。これよりマインドベータへの統合作業を開始します。お疲れ様でした。